ら飛び高山隆盛の奈良とびっきり観光ガイド。今回は丸ごと飛鳥村おすすめ1日コースと題しまして、飛鳥旧跡を効率よく1日で巡るコースを動画でご案内いたします。こちらが今回ご案内するスポットマップとなります。距離的にはですね、この範囲、この塊のエリアで東西が約 2.5 キロ、南北が約2キロ程度となっています。ですのでね、見客の方であればこのエリア歩いて散策もしていただけるかと思います。このエリアから少し外れまして、岡寺が山手にあります。高松塚古墳がこの辺りですね。そしてキトラ古墳はこの地図の見た目よりかはもう少し遠くに位置しています。これらも含めて巡りますので、このコースはチャリンコがおすすめです。飛鳥の駅前にレンタサイクルがありますので、飛鳥駅をスタートして進みます。先にキトラ古墳へ足を伸ばしまして、高松塚古墳、猿石から鬼のまな板、亀石、橘寺を巡りまして、飛鳥寺を中心とする北側のエリアを周遊して岡寺、最後に石舞台古墳というコースとなります。それではキトラ古墳からスタートです。キトラ古墳は高松塚古墳に続いて発見された2つ目の壁画古墳です。二段築成の円墳となりまして、上段の直径が 9.4 メートル、下段が 13.8 メートル、高さが約4メートルで、高松塚古墳よりやや小さめです。こちらが最初に発見された壁画の原部ですね。亀に似ています。そしてこちらが白虎、初期に発見された中国詩人の亀と虎がキトラの名の由来とも言われています。ちなみにこの辺りの地名、北浦がなまったという説もあります。キトラ古墳に続いては考古学史上最大級の大発見となります高松塚古墳のご案内です。この古墳の発見は1962年に村人が生姜を貯蔵しようとして穴を掘った時に切石が見つかったのが発端です。見つかった壁画は男子群像と女子群像で、4人1組で計16人が描かれています。中でも西側の壁の女子群像は飛鳥美人として切手にもなっていますので、皆さんよく目にされている絵だと思います。3箇所目は謎の石造物の一つ、猿石です。こちらは吉備姫の大君の墓の中にあります。人面の石像ですけれども、猿に似ていることからこの名称で呼ばれています。そして吉備姫の大君の墓のすぐ隣にあるのが金明天皇陵ですので、合わせてお立ち寄りください。こちらは全長約138メートルの前方後円墳で、飛鳥村内最大の古墳となっています。個人的にはね、この高台に登ると気の流れがいいと言いますか、とても清々しい気分になりますので大好きな場所です。金明天皇陵から山の中に少し入りますと、鬼のまな板、鬼の接近と呼ばれるものがあります。風の森と呼ばれるこの辺りには鬼が住んでいたと伝わります。その鬼が旅人を捕まえてはこのまな板で料理をしたんだそうです。そしてこちらが鬼の接近です。接近というのはね、トイレのことですよね。鬼がまな板で料理をして満腹になると、こちらで用を足したというものです。もちろんね、伝説ですので、実はこちら2つとも盛土を失った古墳の一部だそうです。次に飛鳥謎の石造物の代表格のご案内です。亀石前という交差点があるぐらい有名なんですけれども、
なんとも愛らしい彫刻がなされていますよね。やはり誰が見ても亀に似ていますよね。だから亀石と呼ばれています。何のために作られたかは不明ですけれども、何か占いと関係があるように思われます。亀石から大通りを東へ向かいます。こちら立花寺は聖徳太子が自身誕生の地に建立したお寺となりまして、法隆寺や四天王寺と同じく太子建立七大寺の一つとされています。本堂には太子御誕生書と掲げられています。そして本堂の前には太子の愛馬黒駒像が凛々しく置かれています。太子はこの黒駒に乗って住居の斑鳩宮から飛鳥へ通われたんですね。そしてこちらの境内にも有名な謎の石造物があります。二面石と言いまして、前面と悪面が背中合わせになっています。それではいよいよ北側のエリアを巡りましょう。まず必見の旧跡としまして、今も残ります飛鳥の宮跡をご案内いたします。この時代天皇が変わるたびに宮も作り変えられていたんですけれども、近年の調査によりまして、序明、宝玉、斉明、天武時代にはこのほぼ同じ場所に宮が置かれていたことが判明しています。元は宝玉期の宮跡として殿飛鳥板吹の宮跡とされていたんですけれども、複数の宮があったことから平成28年に名称が飛鳥旧跡に改められています。現在復元されている石敷や中央の大井戸跡は天武期の飛鳥清見原の宮のものだそうです。10カ所目はこちら飛鳥寺です。飛鳥寺は我が国初の本格寺院となりまして、蘇我馬子が創建した宝光寺が前身です。こちらのメインはご本尊の飛鳥大仏となります。1400年以上こちらにお座りになっている日本最古の常緑仏、いわゆる大仏となります。火災等による破損で何度も修復が繰り返されているために、当時のものはお顔と右手の一部の指だけだそうです。そしてこちらイルカの首塚は飛鳥寺の西門跡前にありますので、飛鳥寺とセットでお立ち寄りください。こちらは蘇我のイルカが中野大江の王子と中富の鎌足によって暗殺された一子の件の時に跳ねられたイルカの首が鎌足を追いかけてこの地まで飛んできたと伝わる地となっています。イルカの首塚から北へ少し進みますと、こちらも必見の旧跡、水落ち遺跡があります。こちらは日本初の時計台跡となっていまして、作ったのは中野大江の王子です。石で築かれた後継の基壇が復元されておりまして、25本の柱が建てられています。こちらにはその時計の模様が描かれています。原理は簡単なもので、飛鳥川の水を流して定められた量に達したところで鐘を鳴らして民衆へ時を知らせたんですね。飛鳥寺から北東の方角にこちら飛鳥にいます神社があります。飛鳥時代からの由緒ある神社なんですけれども、こちらには氏子がいないんですね。創建以来神主は飛鳥という名字で現在に至っています。神社ですのでね、五穀豊穣祈願はもちろんなんですけれども、子授けの神として有名なのは境内に男女のシンボルをかたどった陰陽石が点在しているからなんですね。奥の社にはかなり立派な奥の大石が威風堂々と
祀られています。飛鳥にいます神社から南へ下ってきますと、謎の石造物が連なっています。一つ目はこちら、亀型石造物です。見つかったのは2000年ですので、比較的新しい発見です。先が亀型で、真ん中が小判型になっていまして、段差がありますので、水が流れる導水施設ですよね。非常に整った形をしていますので、見応えがあります。おそらくは神仙思想に基づく宮廷の水に関わる祭祀のためのものではないかと考えられています。二つ目は坂船石となります。酒という文字が付けられているのは、かつては酒の醸造に使われていたのではという説があったためですけれども、亀型石造物が見つかってからは、こちらも水を流して吉凶を占ったり、祭祀儀礼のものではないかという説が有力となっています。坂船石から南へ下りまして、東の山の手へ向かいますと岡寺があります。こちらは天武天皇の王子草壁の皇子が住んだ岡の宮のあったところとされておりまして、現在地名でも飛鳥村岡ですので岡寺と言います。日本最初の厄除け霊場として有名なお寺となりまして、西国33所観音霊場の第7番札所となっています。見どころは何と言いましてもご本尊の如意輪観音座像です。撮影はできませんので、実際行って見ていただきたいんですけれども、座高は 4.58 メートルもありまして、土で作られた塑像の仏像としては日本最大です。これまで16箇所ご案内いたしました。最後の17箇所目は奈良の名所の代表格、石舞台古墳になります。古墳は石室を作って、その上に土を盛って墳丘とするんですけれども、こちらはその盛り土が失われているために石室が露出しているんですね。いつ失われたかは不明なんですけれども、江戸時代にはすでに今と同じ姿であったことが分かっています。被葬者は確定はされてはいませんけれども、曽我の馬子の墓という説もあるために、曽我の馬子桃原の墓という別名もあります。こんな大きな石室の中に入ることができるのも非常に貴重ですので、ぜひお越しいただきたいと思います。飛鳥村のおすすめスポットを特急コースでご案内いたしました。スタート時間やスポット滞在時間にもよりますので、無理をせずうまく割愛してお回りいただきたいと思います。それぞれのスポットにつきましては、飛鳥をめぐるシリーズにて詳しく解説しておりますので、そちらの動画をご覧ください。それでは飛鳥村へのお越しを心よりお待ちしております。ご視聴ありがとうございました。さよなら。